音が可愛い、ね、はい、あ、じゃあミムさんも言いましょうか、来てくれ、ミムさん、お手伝いよ、いや、近かった、意外と、そうそうそう、どうぞ、着々と準備をされております、準備をされてますね、品評会の準備が着々とされてますけど、いいですね。あなたがお手伝いできることはありますか？私なんか手伝えることあります？どうぞ。バタバタバタ、いやー忙しい忙しい、やばい、準備が着々と進んでます。それ髪に色が入ってるけど、中に入っていかれました、ありがとうございます、来ましたね、あれじゃないですか、こんな熊本の集まることないですよね、いや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 、撮影専門と、いやいやいや、金魚はこっちですね、もう、はい、金魚はこっちですもん、盗撮してもらう、盗撮しかないよ、うちでもほとんどおらんね、ちょっと合わせたと、本当ですか、いいですか、ちょうど見るとかもさ、全然違うよ、
照射器ですよね。これすごい好きなんですよ。どこにいましょう。フォーサーに調整。あら。何なの？フォーサーに。銀行系なんですよ。商品なの。これはそういうね。真剣な顔見れないよ。点数順々に言ってください。はい、自分もちろん自分以外に。1、2、3、4、6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 、
昭和のトレンディーか昭和と昭和のトレンディーか小さい範囲までここで広角改革に気がしっかりしているかもうちょっともうちょっと、もうちょっと4、3、4、3、4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 、4、4、3、4、4、4、3、4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 
ね、もうちょっと下の方がね。止めにやった。止めにやった。難易度は割と高いから。だいぶツヤがあるか。これはいいですね。じゃあもうボールしてたんで。色ツヤにつけるのペンはないか。いきますね。難しいとこだな。いきますね。じゃあ、全体のバランスがよく。じゃない。いきますね、全体のバランスが調和が取れているか。みんなのやつから引っ越すんじゃん。じゃあ、自分も、はい。じゃあ、確かに対策に。4も行きたいけど。
色が全然違うんだよな。これは2位が出そうです。2位、ね、2色はですね、面白い色をしとる。百式系のちょっとブルーのサファイアな。バランスは一緒のを持ってきますね。5円3、うん、で発色よくツヤ、発色はダメ、ツヤ、はい、じゃあ次横見で厳しい。じゃあ、こう、ちょっと優しそうな、おかしいな、顔が、うん、じゃあ、3、2、2、ちょっとお下がりみたいな感じにな、これ3、3で3、マシできんな、2人がたまに挟むんですよ、こうやってするんですよ、カメラ向かって。今日は3です、3です。じゃあ上見る6番、これ6番綺麗な、これまあいいと思うんだよな、これこれはこれ綺麗な、バランスはいいと思う、うん、綺麗、もうちょっとこっち赤が乗っとったらの3の感じだ。あの不自然な点はないですか、うん、難易度は、難易度って言われたら難易度これ綺麗ですよね、上見る好きで5で、骨格対角の向き、うん、肉向きがやっぱ欲しかったな、4じゃない、はい、こう背骨がそうなんや、包丁になったもんね、ちょっと惜しい、3ぐらいは頼んだろう、目を奪われるような魅力を感じる、4、向こうが、こっちは押すでしょ、ちょっとなるか、はい、わかりました。じゃあ発色よ、艶がある肉付き、体型は正面か、これ一目、これ一目でいいんだ。ああ、じゃあ、そういうふうに表現。これだんやな。はい。ここ。あ、はい、2、3じゃろ。はい、難易度。はい。高いし。くれるような、3、4、3、3。はい、この雰囲気はもう、うん、苦情来たらもう、この雰囲気はすごい、ちょっとモザイク薄めにかけとけば、うん、そうね、ちょっと薄めに、さすがにもう熊本そんなね年一じゃない、真剣に、総合もこれで決まるんです。いや、もうこれの中からでもいいし、その例えば総合はだけど、総合点、そうですね、うん、まあ、純粋にそっちで行った方がいい、うん、平等で行きよるから、はい、うん、総合の46点の総合は15番になりますよね、だからもう一人一人になる点数で行けば6番の、うん、やろ、はい、6番、はい、あの3色の、はい、で、45点の15番、上見、はい、上見、うん、で、そこが、あ、そこが20、ちょっと、あ、いや、でも15が入ってるからもう、あ、じゃあ21番ですよね、上見ばっかりになりますけど、うん、はい、総合会、はい、審査員賞とかもやる、症状どこ行ったのか、あ、ここあります、ここあります、ここめちゃめちゃない、あ、そういうことですね、はい、これも上見と横見と両方あります、これで行きましょう、はい、でも一般審査のやつを多分これ書いてもらってないけど、ちょっと後々やろう、あ、可愛い、症状を送る
15番って誰なんですか。ですね、待ってくださいね。15番は八代目中君たちのメンバーですね。あの昨日一緒に飲んだ、うん、あの、まあね、みんなの意見だっけね、うんうん、だから小細工はなしだっけ、うんうん、はい、うん、すごくあの真剣に見ていただいてだいぶあの時間をかけて見ていただいて今話してて、全ての審査が終わりましたので、で一応ちょっと今表彰状をお渡ししますけど、ちょっと名前をまだネーム入れてないんで、の上見部門第3席、丸目高さん、おめでとうございます。失礼しておございます、させていただきます。お願いします。賞状三席、メダカ上見部門、丸メダカ殿、あなたは熊本メダカ品評会において優秀な成績を収められましたことに、上院地クライムメダカ菊野祐樹、おめでとうございます。八代目だかスーさん15番ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。メダカ上見部門、八代目だかスーさん、スー、はいはいはい、どの以下通り、おめでとうございます。おめでとうございます。上位も一席、黒木さんです。え、おらら、おめでとうございます。登場一席、メダカ上見部門、黒木殿、以下どうも、おめでとうございます。おめでとうございます。やっちろメダカさん、ゴミ部門第3席、八代目高さん、少女3席、メダカ横見部門、八代目高殿、あなたは熊本メダカ品評会において優秀な成績を収められましたことをここに称します。令和5年11月12日プライムメダカ、うん、ありがとうございます。おめでとうございます。2席、丸目高さん、少女2席、メダカ横見部門、丸目高の伊加藤君です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。一席、八代目高と、マジか、すごい。少女一席、横見部門、八代目高と、おめでとうございます。じゃあ、続きまして、うちの部落の方々に、第3席、もののへさん、賞状一般審査員賞第3席、あなたは熊本メダカ品評会において優秀な成績を収められましたことをここに称します。令和5年11月12日クライムメダカ菊野祐樹、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。同じく、一般審査員賞メダカ上見部門、第2席、吉野さん、第2席、おめでとうございます。伊加藤君です。
一般審査員賞メダカ上見部門第1席、コウキさん。おめでとうございます。一般審査員賞3席、バッテンさん。お賞状、一般審査員賞3席、メダカ横見部門。あなたは熊本メダカ品評会において優秀な成績を収められたことを恩賞します。令和5年11月12日プライムメダカ福の勇気、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。一般審査員賞第2席横見部門鈴木さん。負けててきた。表情、一般審査員賞第2席横見部門以下同文、おめでとうございます。おめでとうございます。一般審査員賞、第1席黒木さん。表情、一般審査員賞第1席メダカ横見部門、おめでとうございます。ありがとうございます。上見部門第3席高子さん、はい、おめでとうございます。第2席は、すいません自分になってます。おめでとうございます。で第1席、6番黒木さん、おめでとうございます。ですね、3席が同率で、コウキさん、10番ヤッチロメダカさん、16番ヤッチロメダカさん、17番バッテンさん、18番、タイチャンメダカさんと19番のクラムさんが一応横見れば3席同率です。はい、と 2席がですね、7番の鈴木くん、8番の増田さん、おめでとうございます。賞状、第3席、メダカ総合部門、21番丸メダカ様。賞状、第3席メダカ総合部門、丸メダカ様、あ、どの、あなたは熊本メダカ品評会において優秀な成績を収められたことをここに称します。令和5年11月12日プライムメダカ菊の勇気、おめでとうございます。第2席15番八代メダカ様。第2席メダカ総合部門、八代メダカ様、おめでとうございます。ありがとうございます。第1席総合、黒木様。ちょうど、総合部門第1席、黒木殿、おめでとうございます。ありがとうございます。岡田さんの方から代行をいただけるということで、めちゃくちゃプレッシャー。ワンペアプラス。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと置いとこう。危ない危ない。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。どの答えもとても綺麗な答えばかりで。またこういう機会がありましたらまたお声掛けいただくとありがたいです。お疲れ様でした。ありがとうございました。僕ですか、一人一人いただきたい。あ、お疲れ様です。トマラマです。すいません、僕は審査する立場ではないんですが、たくさん綺麗な答え見せてもらってありがとうございました。
中にはなんか多分ねオリジナルの答えやったりとかそれぞれのその品種あのここを生かしていきたいみたいなところが顕著に出た答えもいて結構見応えがありました。また次回もたくさん見れるように、ね、今度僕も持ってこうかな、はい、僕も頑張りますのでみんな楽しんでやっていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。赤根メダカです。今回本当に綺麗なメダカをたくさん見せていただきまして、私どもももっと精進しないなしなくちゃいけないなと、実感させられた品評会でした。来年は私も参加できるように多分させてもらえないと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。お疲れ様でした。兵庫県から来ました、メダカ小屋工の井上といいます。この度はわざわざ、まあ、深川さんに、行くぞと言われて来ましたがとても勉強になりました。また来年、再来年と続くこういう地域というかその県でやることがすごい稀なので皆さん切磋琢磨ではないですけど皆さんでその、まあ、勉強し合ってまた新たなメダカを皆さんで作っていければと思います。ありがとうございました。愛媛県の深川でございます。菊野市の方からこの春にちょっと手伝ってくれと言われまして、まあ、これ酒の勢いだったんですけどついつい言ってしまいまして、でまだ今日は6人のメンバーで審査を厳正に行いました。ですから平等な目で見させていただいて皆さんの点を平均的に平均を出しまして一人ずつずっと点を出させていただきました。まあ、まだまだいろんな考え方でいろんなメダカがまだまだできると思います。どん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 まだ変化してくるのがメダカだと思います。努力して皆さんがいいメダカを作られたらまだまだ伸びますので、またこちらへ来させていただいて素晴らしいメダカを見させていただくことを期待しております。今日はどうもご苦労様でした。ありがとうございました。見ていただいたこういう機会ができたことすごくいいことだなと思いますし、またこれをまた来年に向けて続けていけたらなと思ってますので、なかなか一人ではできないので皆さんの力をまたお借りしながらやっていきたいと思いますので、皆さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。クロキさんはそうね、質問お願いします。はい、総合一まだですね、僕メダカ始めて3年なのでそれほど長くやってなくて、ただ昔からその3色のメダカがいることは知ってて、いつか買いたいなと思ってた中でコロナがあって買うタイミングになってしまい、そこから沼にはまってしまったということになります。で今回総合1位という かなり僕もびっくりしてる賞をいただいたんですけれども、恥ずかしいのはこれ僕が作った品種ではないので、これを次回以降ですね自分で掛け合わせした品種でまた同じ賞がもらえるように頑張っていきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございます。一応品評会の方はこれで終わらせていただきます。できて、で名前のところに直木屋って書いてからちょっと出すから、それでお願いします。コピコピするちびたんたちもいっぱい食べれるようになるもんね。
もうよう育ったんですよ、だるまが育ってるじゃないですか。お待ちました。笑いすぎよ。ねえ、笑う笑うね。